フィンランドの経済では、フィンランドの経済について説明する。フィンランドは、高度に工業化された、混合経済で、一人当たり生産額は、西欧並みであり、フランス、ドイツ、スウェーデン、イギリスなどに匹敵する。経済で最大の部分は、第3次産業の65.7%であり、続いて2次産業の31.4%である。 一次産業は2.9%と少ない。最大の工業は、電子産業の21.6%であり、機械、車両、製鋼など、その他の重工業が21.1%、林業が13.1%、化学産業が10.9%である。フィンランドは、多くの森林資源と炭水資源を持ち、いくらかの鉱物資源などが存在する。林業、 製紙業、農業の分野に、毎年20億ユーロ近くの補助金が支出されており、地方住民への配慮がなされている。ヘルシンキ都市圏は、GDP のおおよそ3分の1を生産している。2004年の OECD 比較では、フィンランドの高技術産業はアイルランドに次いで、第2位に位置づけされた。2000年代前半には、知識集約型サービスは、 国内では最小規模で低成長の分野である農業や低技術産業をアイルランドに次ぐ第2位の規模に位置づけた。フィンランドにおける投資資金の運用は低いとされた。総合的な短期の見通しはよく EU の他国よりも GDP の成長は上回ると見込まれている。フィンランドはヨーロッパにおいてスウェーデン、デンマーク、英国に次ぐ 第4の知識経済国であるとされる。2000年代後半以降は次第に GDP の伸び率が低迷。2014年には格付け会社から過去10年間 GDP の平均増加率がほぼゼロであったことを指摘されている。フィンランドは世界経済に深く組み込まれており国際貿易は GDP の3分の1を占める。EU との貿易は 総貿易量のうち60%に達している。貿易量の大きい国から、ドイツ、ロシア、スウェーデン、イギリス、アメリカ、オランダ、中国が挙げられる。通商政策は EU によって運営されており、フィンランドは農業を除けば、伝統的に自由貿易の支持者と位置づけられている。フィンランドは、北欧諸国において、唯一のユーロ導入国になっている。 フィンランドは1860年代の大規模な基金のような経済の衝撃に弱い、相対的に貧しい国家として始まった。1930年代までのフィンランド経済は主に農業を中心としており、1950年代までその状況が続いた。人口の半分ほどが農業に従事し、生産の40%ほどが第一次産業に由来するものだった。 北欧諸国の一人当たり GDP の伸びフランスと英国では国有化委員会が立ち上げられ様々な産業が国有化されたがフィンランドでは財産権に対する意識が強く目立った国有化は行われなかった保護貿易の試みの失敗の後フィンランドは貿易の制限を緩め1973年にはヨーロッパ共同体と自由貿易協定を締結した これによって市場はより競争的になった。国内の教育市場は拡充し、米国や西欧諸国に留学に行く、フィンランド人の数が増加し、先進的な技術を持ち帰った。予着などの点から問題視はされていたものの、実利的精神から企業と国が共同で留学費用助成を広く行った。資本主義への支持は広範な立場から行われた。 貯蓄率は1980年代まで世界の中での高水準の約8%だった。1970年代の初めにはフィンランドの一人当たり GDP は日本や英国に匹敵するようになった。フィンランドの経済発展は輸出主導のアジア諸国と多くの局面で似通っていた。1991年、フィンランド経済は景気交代の溝に落ち込んだ。 これは、経済が過熱したこと、自国内の市場に加えソ連やスウェーデンなどの重要な貿易相手国の市場が縮小したこと、他の貿易相手国の低成長、ソ連との急症貿易協定の消失などの要因の複合的な問題に由来している。株式市場と住宅価格は50%下落した。フィンランドの1980年代の成長は、 国債によって行われていたため、債務不履行が発生した。また、債務不履行は、貯蓄化し付け危機器を招いた。GDP は13%下落し、失業率は統計上の完全雇用だったものが、労働人口のおよそ5分の1にまで増加した。初期に提案された改革を、労働組合がすべて反対したことによって、さらに問題が広がった。政治家は、 支出を減らすために戦ったが GDP の60%に交際は倍増した。破綻銀行の救出に総額で100億ユーロが使われ、これは金融部門の整理統合につながった。閉価切り下げの後、景気は1993年に底を打った。他の北欧諸国のようにフィンランドは1980年代後期から経済規制を緩和した。 金融と生産市場の規制緩和によって国有企業のいくつかは売却されいくつかの税金の比率が改められた。しかしながらデンマークとは違いフィンランドは基本的所得税や負の所得税といった政策は導入しなかった。フィンランドの GDP 成長率の変典フィンランドは1995年に EU に加盟した。フィンランドが ユーロ圏に加入するまで、フィンランド銀行は、インフレターゲットの政策を与えられた。欧州連合加盟以降、成長率は、OECD 諸国でも、非常に高い位置にあり、フィンランドは、多くの国家の指標で1位になった。フィンランドは、第三次欧州連合経済通貨統合に参加した11、過国の一つであり、1999年1月1日に、ユーロを、 国の通貨として導入した。ユーロ導入後、国家の通貨であったフィンランドマルッカは通貨循環から外れ始め、2002年初めにユーロへと完全に置き換えられた。2008年リーマンショック以降、隣国スウェーデンが経済成長しているのに対しフィンランド2014年度の実質生産量は2006年の水準で停滞している。 フィンランドの実質 GDP スウェーデンの実質 GDP フィンランドはユーロを採用しており独自の金融政策を取れない。コモディティバブルが崩壊したのは2012年の時であった。この時期にはすでにユーロ圏は不況に陥っており ECB の政策金利は非常に低かった。アレクサンデル・ステゥブは iPhone がノキアの携帯電話を市場で打ちまかしたと述べたが 通常であれば時刻通貨を減価し、コストを削減することで対処できた話である。しかしフィンランドは共通通貨ユーロを使っているため、減価以外の方法でコストを削減しなければならない。企業としては賃金低下あるいはリストラでコスト削減を図る。結果として経済成長率や失業率が悪化する。また、フィンランド政府は ユーロ圏の安定、成長協定に従わなければならないので、景気が悪い状況でも政府支出拡大ができない。ユーロという高速位によってフィンランドの金融、財政政策が封じられている。フィンランドの気候と土地は農業に独特の問題を犯している。フィンランドの国土は北緯60度から70度の範囲に位置しており、北端はアラスカに匹敵する。また、 厳しい冬と農産物の成長期の短さがあり、成長期である夏も時には霜によって妨げられる。しかしながら、メキシコ湾流と北、大西洋海流によって気候は和らげられており、フィンランドは北緯60度から北における世界の工作地の半分を持っている。年間の雨量は平均では十分であるが、降雨は冬に集中しており、夏の日照りが、 普段の脅威となっている。気候への対応として、農家は早熟で、霜に耐性のある作物を取り入れており、夏に霜が降りても生産を確保するために南に面した斜面や豊かな低地で集中的に耕作している。多くの農地はもともと森や沼であったため、豊かな農業生産を求めるならば、多くの土壌は石灰を吸い込み、長年の養生を繰り返して、 酸性土壌の中性化を必要としていた。考えは、一般的には、必要がないが、過剰な水を抜くために、しばしば排水施設が必要である。フィンランドでの収穫作業、1925年19世紀、後期までのフィンランドの地理的な孤立は、国内の食料需要をまかなうために、多くの農業者が、穀物の生産に集中することを必要とした。 秋には農家は雷麦を植え、南部や中央では春には煙幕を、北部では大麦を植えた。また少量のジャガイモ、その他の根菜、豆類などを育てた。農業が必要であり、様々な作物を生産したにもかかわらず、農地の総面積は比較的小さかった。牛は夏は農場で牧草を食べさせ、冬には干し草を餌にしていた。 本質的には、フィンランド農業は自給自足であり、農業貿易には限定的に関わるのみであった。この伝統的で自給自足的な生産形態は19世紀後半、ロシアやアメリカから安価な穀物が輸入され現地の穀物と事実上の競争になると急激に変化した。同時に、国内外で乳製品の需要が上昇し、 低価格で輸入できる飼料が乳製品と肉の生産をより重要な産業に変えた。これらの市場状況の変化はフィンランドの農家が主食の生産から肉と乳製品微生産に転換するきっかけになり1980年代に入るまでこの生産形態が続けられた。1930年代には農業強行が起こり政府は 農業輸入への関税によってに国内での農業生産を奨励した。この政策によって農地面積は増大し農業収入は他国に比べて急激な低下をしなかった。穀物輸入への障壁は混合農業への再転換を刺激し1938年にはフィンランドの農家はおおよそ国内の穀物需要のおよそ90%を満たすことができていた。 冬戦争と継続戦争が原因となり、農業生産が落ち込んでいたが、特に農地の10分の1を含むカレリア近郊の領土をソ連に割上したため、農業生産が大きく減った。不況と戦時の経験はフィンランドが未来に他国と対立した時に、食料不足を防ぐために安全で独立した食物供給をできるように促した。カレリア引上げ農民の収穫作業。 軍人が手伝った。戦後、最初の挑戦は、カレリア半島から追放された農家の再配置だった。多くの引上げ農家にはいくつかの建物と、すでに農業が行われている土地や農場が与えられた。しかし、引上げ農家の一部は、冷蔵農場と称された農業が行われていない、穀物をまく前に、排水や開拓が必要な土地で我慢することとなった。 政府は大規模な開拓と排水作業を講演し、農業可能な土地を拡大させた。再配置と土地開拓の結果として、高地は45万ヘクタール拡大し、1960年代には合計で240万ヘクタールになった。結果フィンランドは以前よりも広大な土地で農業をするようになり、これは同時期に工業化が進んだ国としては異例のことである。 現在の田園風景この拡大の時期、農家は現代的生産の手法を導入した。化学肥料、農薬、農業機械、優秀な種子などの現代的な手法の導入により、農業生産は鋭く増加した。しかし現代化により再び農業生産は、石油や肥料の輸入といった海外からの供給に依存するようになってしまった。 1950年代は農業に使うエネルギーの70%を国内で供給できていたが1984年には20%まで低下していた。1970年代早期の石油価格の上昇後、農家は再び焚き木のような地元で生産できるエネルギーに回帰した。多くの農家はトラクターを効率的に使用するには小さすぎ。 これにより、機械化は一定の水準に止まった。もう一つのフィンランド農業の弱点は、定期補修が必要となる排水溶解水路などを持つ、多くの土地の存在であった。1980年代半ば、専門家は、半分の高地に改良した、排水施設が必要であると見積もった。この時、100万ヘクタールの農地が、地下排水構造を持っており、 農業当局はこれらの施設を他の地域にも導入することを助けるための助成を行った。このような生産の上での短所にもかかわらず、フィンランドの農業は少なくとも他のヨーロッパ諸国での農業と比較した場合、効率的で生産的であった。林業はフィンランドの経済において重要な役割を演じている。フィンランドは 世界の主要な木材生産国であり、重要な木材加工市場に競争力のある価格で、原木を供給している。農業のように、政府は林業においても、森林政策、伐採制限、技術改善支援、長期計画の樹立などの森林を維持し、木材加工業への木材供給の継続を受け合うための主導的役割を担っている。 排水を行った森フィンランドの湿潤な気候と岩混じりの土は木の成長に理想的である。木は北極圏の北のいくつかの地域を除いてフィンランドの至るところに生えている。1980年には森林面積は合計で1980万ヘクタールあり、ヨーロッパの一人あたりの平均0.5ヘクタールを大きく上回る。 一人あたり4ヘクタールの森林を持っていた。森林地帯の比率は地域ごとに様々である。中央湖高原と東部、北部の州では森は面積の80%近くを覆っている。一方、農業に向いている地域、特に南西では森は面積の50%から60%程度である。主な商用種の木材である松、江戸松、 カバなどの原木は、製材所、パルプ工場、製紙工場に送られている。また、相当な量の山ならしや庭床などが生産される。冬の豪雪と、水路網は製材所へ丸太を運ぶために利用された。伐採者は切り倒した丸太を、雪原の上を、道や水辺引きずって出荷した。南西では、雪の上で丸太を動かせる日は年平均100日で、あったが、 北部と東部ではこれらの日数は幾分長くなっている。フィンランドの湖と川のネットワークによって丸太を水に浮かばさせて運搬することができ、輸送コストが低く、素早い輸送として活用されている。春になると、作業員は丸太を浮かべて、集積点まで流れを降り、複数本の束にまとめた。タグボートがそこから引き継いで、 川をさらに下り湖を横切って加工所へ運んだ。水路網はフィンランドを広く覆っており、1980年代からは水路網のカバーできていない場所へ鉄道網を広げ、事実上国の保護林のすべてを商業用として活用できるようにした。林業と農業は緊密につながっている。20世紀の間、政府の土地再分配計画は個人による森林の 所有を推進し、林野を多くの農家に割り当てた。1980年代には、個人農家が国の森林の35%を占有しており、その他がの個人が27%、政府が24%、私企業が9%、地方自治体と、その他の公的機関が5%を保有している。農家による林野の所有と、 その他の個人によって所有される。国内約35万辞書の林野は、森林面積の所有比率が最大で、産業が消費する木の75から80%が生産されている。国は北部の森林のような商用に向かない林野の多くを所有している。農業と林業の関係は、互助関係にある。農民は森林の保護。 伐採と木の売却の儲けによって収入を補うことができた。これにより、単体では限界収益点にある農地が持続可能となった。同時に、農業組合は地方において林道やその他の経済基盤を維持し、またこれらは森林作業のための雇用の場を提供した。事実、人口の希薄な地域では農業組合の支援がなければ、 主要な森林地帯で集約的な伐採作業と再植林を継続することは難しかった。農林省は森林資源一覧化と増林学に基づいた計画の作成を実行している。調査によると1945年から1970年代の間、森林労働員は森林の回復速度より早く木を伐採していた。 にもかかわらず、1950年代早期から1981年にかけて、フィンランドは森林の総面積を約270万ヘクタール増やせており、40歳未満の若い木の森の増加は約320万ヘクタールに上った。1965年の初め、国は森林栽培、霊炭地や沼地での排水と植樹、育ちの遅い種から、 育ちの早い種への転換などを求めた計画を始めた。1980年代中頃までに、フィンランドは550万ヘクタールの土地を排水し、280万ヘクタールを土地改良し、3.6万ヘクタールで木の生育を行っていた。間引きの導入で、商業的に有用な材木の割合を増加させ、改良された木の品種は生産力を、 最大30%近く引き上げた。ウッドチップにするための木材包括的な林学的計画はフィンランド人が森林生産力の増加と若木の総数と種類を増やすことを同時に可能にした。1980年代半ば、フィンランドの森林は毎年約7000万立方メートルの新しい木を生産し伐採を大きく上回っていた。 戦後の期間、年間伐採数は120%増加し、約5000万立方メートルが切り倒されていた。燃料としての木材の消費は戦後直後から5分の1に減少し、これにより木材加工工業へ余剰となった木材が供給され、毎年4000万から4500万立方メートルが国内の木材加工に消費されるようになった。事実。 産業需要が非常に大きいためフィンランドは毎年500万から600万立方メートルの木材の輸入を必要としていた。林業における国の相対的な有利を維持するためにフィンランド当局は国の材木生産を生態上の限界まで上げるために動いた。1984年政府は農林省によってまとめられた森林2000計画を発表した。 この計画は、レクリエーションや、その他の利用のために森林を保護しつつ、森林産出量を、毎年3%ずつ増加させることを、目標としていた。また、計画は、民間所有の林野の平均面積の拡大、森林として使われる土地の増加、増林と干ばつのさらなる推進などを提案していた。成功すれば、 計画は20世紀末頃までに木材生産量をさらに3分の1増加させると見込まれていた。フィンランド当局は木製品や製紙業での世界市場におけるシェアを維持するためにはこのような成長が不可欠であると信じている。1990年代から数世紀にわたって大きな森林をあてにしていたフィンランドの工業は 伝統的工業の衰退に伴う国際化を通して、電気産業とサービス産業が広範囲でより優位を占めるようになり始めた。外部委託の結果、多くの製造業は外国へ移動した。同時に、フィンランドに根を張る工業は大規模な研究開発活動とハイテク電子産業に集中している。フィンランドの電子産業と 電子技術工業は研究開発への重点投資に頼っており、世界市場の自由化によってさらに加速している。電子産業技術は19世紀後半に現在アブ、グループの参加であるゴットフリート・ストームベルグによる発電機と電気モーターの生産から始まった。その他のインストゥル、バイサラ、ネレスなどの企業は、医療、気象技術、 工業の自動化などの分野において成功した。オートクンプ社の古い鉱山フィンランドは多量の鉱物資源を持っているが、大規模な鉱山の多くが閉鎖され、多くの原料品は輸入されている。この理由から、企業は金属の高付加価値加工集中しがちである。工業製品の輸出には、鉄、銅、亜鉛、ニッケルのほか飛膜加工された、鉄、 溶接された銅管や鉄管、途金した鉄板のような完成品も含まれる。オートクンプは銅やステンレス鋼を生成するフラッシュ精錬という過程を開発したことで知られている。科学産業はフィンランドの重要な工業分野の一つであり、ルーツは17世紀のタール生産にある。他の生産分野、特に林業や農業に使うための広大な範囲の 生産を行っている。加えて、プラスチック、化学物質、塗料、石油生成、薬剤、環境生産、バイオ技術産業、石油化学製品などを生産している。バイオ技術はフィンランドで最も有望なハイテク分野の一つとみなされており、急速に成長している。フィンランドのエネルギー供給は、原子力26%、純輸入20%、 水力16%、生産分野の熱との複合を19%、工業生産との複合を13%、濃縮6%となっている。なお、原子力発電所は運営中4機、建設中1機、建設予定2機である。フィンランドのエネルギー消費の半分が工業に使われており、5分の1がビルの空調、5分の1が輸送機関である。 フィンランドの電子産業を引っ張るノキア特筆すべき、フィンランド企業の第一に挙げられるのは、ノキアである。ノキアは携帯電話市場のリーダーである。その他にも、世界最大の製紙企業、ストラエンソ、石油生成と販売のネステオイル、世界第3の製紙企業、アップムキュンメネ、大規模な旅客船製造を行うアーカーフィンアーズ、エレベーターやエスカレータの製造のコーネ、 発電所や船舶用エンジンの生産者であるバルチュラ、ヘルシンキ・バンター国際空港を基地とする民間の国際航空会社フィンエアー、流通チェーンのケスコ、鉄鋼企業のオートクンプなどが有名である。フィンランドは効率において英国に匹敵する洗練された金融市場を持っているにもかかわらず外国投資は他の欧州諸国に比べ高くなく、 フィンランドにおける重要な外国籍企業には、アブ、テラブス、カールスバーグ、シーメンスなどが含まれる。ヘルシンキ株式市場で相場をつけられた株式の70から80%は外国登録法人に所有されている。大企業は、歳入のほとんどを外国で得ており、彼らの雇い入れた労働者の多くが国外で働いている。株式の持ち合いと、 その他の非競争的観光は廃止され、数世はアングロサクソン式の法人管理に向かっている。しかしながら、アメリカの50%、フランスの20%に比べると、フィンランドの国民はたった15%ほどが、株式市場に投資するのみである。2000年から2003年の間、初期段階のベンチャーキャピタル投資は、 アメリカの11.5%や EU の4%に対抗して GDP の8.5%に当たる程度の規模である。後期段階の投資は EU の中間ぐらいになっている。フィンランドにおける投資と他の計画は投資を引きつけることを試みている。2000年にはフィンランドからの代替直接投資は200億ユーロであり、 フィンランドへの体内直接投資は70億ユーロであった。買収と合併はフィンランドでの小取引を国際化している。商業街、アレクサンドル通りフィンランドの収入はおおよそ180万の民間部門の労働者によって発生しており、労働価値と労働報酬の間に60%の中間税が入れられる前であった2007年の平均時給は25.1ユーロであった。 2003年の統計ではフィンランド在住者は同一の雇用主のもとで平均10年働いており平均で5つの職を経験しているとされる62%は中小企業で働いている女性雇用率は高く職場での女性と男性の分離の進み具合はアメリカよりも高かった1999年パート労働者は OECD 諸国でも最小級だった。将来の負債は年金赤字に左右されている。スウェーデンとは違い、フィンランドでは年金の納付者は資金を投資に運用することができ、フィンランドの雇用主は年金基金を選択している。健康保険や他の保険などを除いた基金と年金の一部で比べても年金基金の比率は西ヨーロッパ諸国の中でも 非常に高い水準にある。2007年には、国債の直接保持は32%に削減され、現在は44%になっている。2007年、世帯の貯蓄率の平均はマイナス3.8%であり、年間収入の101%の借金を保有しており、ヨーロッパの典型的な水準にある。OECD は、フィンランドでは、 他の豊かな工業国に比べ、ここ10年間で富裕層と低所得層の差がさらに広がったと報告しており、フィンランドは富裕層と中間所得層の収入の不均衡が大きくなった数、少ない国の一つとしている。2006年には238万1500の世帯があり、平均人数は2.1人だった。40%余りの世帯が一人暮らしであり、 32%が2人暮らし、28%が3人よりも多くの人数で暮らしており、各家族化は進んでいると言える。120万の過重の住居が存在し、平均居住空間は1人当たり38平方メートルであった。平均的な住居の資産価値は土地を除いて1。 平方メートルあたり1187ユーロで、荷重の土地の価格は1平方メートルあたり8.6ユーロであった。消費者のエネルギー価格は、キロワット時あたり8から12ユーロセントであった。74%の世帯は車を持っており、250万台の、車と40万台の自動車外車両が、存在している。ントは携帯電話を持っており、ントは、 自宅からのブロードバンド接続が可能である。平均の合計世帯消費は2万ユーロであり、支出のうち住宅への支払いが5500ユーロ、交通関連に3000ユーロ、アルコールを除いた飲食品は2500ユーロ、遊行や文化関連費が2000ユーロであった。上位のホワイトカラー世帯は27456ユーロを消費しており、 会のホワイトカラー世帯は2935ユーロ、ブルーカラー世帯は19415ユーロを消費していた。フィンランドの失業率2008年初期には、失業率は6.8%で、雇用率は69%であった。給職のための失業保障手当は、OECD の平均的な水準であった。労働管理局は休職者の職業訓練のため、 労働市場に資金を提供しており、時に職業指導も行う。援助される訓練は給食の範囲を拡大するための訓練である。スウェーデンと同じく政府はしばしば諸外国、特にアングロサクソン国家に職業訓練プログラムを利用して失業統計の掃除をしていると告発されている。ロシア人やバルト三国から流入する労働者の 増加のせいで仕事を見つけられず、売春婦などの生産業に従事する者も、増加の一途をたどっている。2008年時点では、フィンランド国内に8000人もの売春婦が存在しているとする見方もあり、フィンランドの人々の間に、ロシア人やバルト三国人への憎悪が募っている。フィンランドの政治家はしばしば他の北欧諸国や、ノルディックモデルを模倣している。 北欧は自由貿易が進んでおり、技能を持った移住者へは国を超えて割合有効的である。にもかかわらず、フィンランドへの移住は、フィンランドの気候状態とフィンランド語の難しさから比較的新しい現象である。商品取引での保護の水準は、農産品を除いて低い。経済環境のように、フィンランドの司法制度は効率的で効果的である。 フィンランドは、投資や自由貿易に広く開かれている。フィンランドは、重い税負担があり、流動性に欠く労働市場を持つが、経済的自由では世界を見渡しても、非常に高い水準にある。フィンランドは2008年の経済自由度指標では16位とされる。近年、フィンランドは一人当たり特許数の統計で世界の、頂点に上り詰め、総合的な生産力は、 電気製品などの分野によって力強く成長した。製造業分野が繁栄している間、OECD はサービス分野の職業が政策の改革で大いに利益を得たと指摘している。2007年の IMD 世界競争力年間では、フィンランドは17番が目に競争力があり、ドイツに次ぐ順位であったが、北欧圏では最も低かった。 世界経済フォーラムの報告では、例年フィンランドを競争力のある国の上位に位置づけている。フィンランドは EU の中でも財政的に大きな責任を持つ国の一つである。フィンランド銀行正面、ヨハンビル・ヘルムスネルマンの像が前に立つ。経済学者は成長は製品市場の改善に起因すると考えている。OECD によると、 EU-15 諸国のうち4カ国のみが、製品市場の規制がなく、金融市場の規制がないのは、デンマークたった1カ国だけであった。北欧諸国は、ヨーロッパにおけるエネルギー、優勢、その他の市場の自由化の先駆者であった。法体系は明白で、小取引の官僚的制度は、多くの国と比べて少なかった。事実、商売の開始のためにかかる。 平均日数は14日とされており、世界平均の43日に勝っており、デンマークの平均日数の6日に比べても引けを取らない。財産権は非常に強く守られており、契約上の合意は厳密に守られる。フィンランドは腐敗認識指数では最も不正が少ない国の一つと評価されている。小取引実行易性指数では第13位と、 評価されており、この調査は、国際貿易、契約の実行、商売の停止の簡易性の優秀さを指摘し、例外として、障害になるのは労働者の雇用と税の高さと、指摘している。OECD によると、フィンランドの労働市場は、北欧でも最も流動性に乏しい。フィンランドは1970年代に、製造業従事者に安定性をもたらすために、 労働市場の規制を増やした。90年代デンマークは労働市場を自由化し、スウェーデンはより契約をより分散させるために動いた。ところが、対照的にフィンランドの商業連合は多くの改革を阻んだ。多くの職業では、給与水準、休日の権利、年功水準を含めた雇用の共通条件を一部に含んだ包括的、所得方針合意で、 産業全体との契約を行い法的に合意している。いくらかの人物は税率と同じく官僚的で融通が効かないこれらの合意事項と労働市場が失業と歪んだ相場を作る主な要因と考えている。労働市場の流動性の無差はより良い技術を獲得するための刺激のような素早い構造変化のための圧力を減らしているかもしれないが、 フィンランドはすでに世界でも最も高い技術水準を味わっている。税は主に地方所得税、国家所得税、国の付加価値税、税関手数料、法人税、特別税などの形で徴収される。また、財産税もあるが、地方所得税が地方の税収支で最大である。課税は国や地方の官庁などによって行われており、個人の給料から、 所得税を徴収し、納税義務として発生する額とカ付税や、税金滞納後に徴収される税の額の間の差額が支払われている。地方所得税は一律課税で、名目16から20%とされ、控除が適用されている。また、地方所得税は、市や基礎自治体など地方自治体に直接支払われる。国家所得税は累進課税である。このため、 国に対しては低収入な個人が税を払う必要はない。国は所得税で得られた税のいくらかを貧しい地方自治体の支援のために充てている。加えて、フィンランド福音ルター派協会とフィンランド政協会の国家協会はその会員からの徴税するための徴税制度ゆえに統一されている。中間所得層の労働者の労働報酬間差税はントで、 限界実行税率は非常に高い。付加価値税は22%で、多くの物品を対象としている。上都所得と法人税は26%であり、EU の中間的な税率である。固定資産税は低いが、家の買い手には不動産増予税が発生し、アパートやマンションなどでは1.6%、個人住宅は4%の税がかかっている。 アルコール飲料は別途調税されており、高く設定されている。マッキン税は、闇市場やセルフサービス文化によって課税が避けられて、いるにもかかわらず、労働者は制限された、サービス供給と需要の中で400ユーロのサービスのために1600ユーロを支払っていると見積もっている。カールソン、ヨハンソンジョンソンの研究では、サービス供給側の儲けになる。 買い手の収入の割合は15%を少し超えており、ベルギーの10%、フランスの25%、スイスの40%、アメリカの50%と比較できる。減税は、不況後に毎回政府の検討課題となり、総合的な税の負担は GDP の43%であるとされる。比較対象としては同じく、 北欧福祉型国家のスウェーデンの51%に、近く、ドイツの34.7%、カナダの33.5%、アイルランドの30.5%に比べると、高いと言える。国や、地方の政治家は、国や、地方の出費を減らすために苦労している。支出は、GDP の51.7%であり、スウェーデンの56.6%。 ドイツの46.9%に近く、カナダの39.3%、アイルランドの33.5%より多いことが伺える。多くの税は公務員の給料に使われ、その多くが生活のための仕事と、12万4000人の国家公務員と43万人の地方公務員に使われている。国民1000人あたり113人で、 労働人口の4分の1が公務員であり、1000人、あたりで言うと、米国の74人、ドイツの70人、日本の42人に比べ非常に大きいことが伺える。エコノミスト・インテリジェンス・ユニットの情報社会化のランキングではフィンランドは10位であり、1位、デンマーク、2位、スウェーデン、4位のルウェーと比べると低いが世界でも、社会の情報化が進んでいる。 国の一つであると言える。早く寛大な退職計画は高い年金費の原因となっている。保険や教育への社会支出はおおよそ OECD の中間程度である。社会の輸送も OECD の中間程度である。2001年、フィンランドの支出のうち海外調達率はスウェーデンに続いて西欧諸国でも最も高かった。 私立病院で医療を受けるための私的な保険、現金預金を利用しているにもかかわらず、フィンランドの保険管理は、西欧諸国と比べると、最も官僚的運営であると言える。2007年から2008年にはより公平な市場を、作るためのいくつかの改革を行った。教育、児童保育所、老人ホームの市場競争は、スウェーデンや、 他の西欧諸国と比べても最低クラスである。アルコール専売公社アルコに残るようにいくつかの公的専売品、専売会社があり、時折 EU に抗議されている。二人の退職者があっても一人の労働者しか雇われないという自然源によって雇用の数が減るという情勢が予想されている。フィンランドの外需依存経済連続は世界市場に順応しており、また、 それがフィンランド社会を変化させている。1940年代に始め、第一次石油危機の1973年まで続いた世界的な公共は、フィンランドが世界経済に出会い、高く洗練され、多角的な経済や職業構造を出現させる挑戦であった。いくつかの部門は構成に一定の労働力のシェアを保った。例えば交通産業と、 建築業は1950年と1985年の両方で雇用の7%、8%を占めており安定しており製造業の雇用は22%から24%に若干上がったがほぼ横ばいである。一方で商業とサービスの雇用のシェアは2倍以上に伸び1985年で21%と28%になっている。 最も変化したのは、経済活動人口の雇用が衰退した農業と林業で、1950年には最大の50%だったものが1985年には10%にまで落ち込んでいる。農林業分野での雇用の削減は労働力の必要な他の分野の成長に雇用を提供した。第二次世界大戦以降のフィンランドの 流動性形態の研究は出国の重要性を確かめた。社会学者は農業を背景に持つ人々が他の西欧諸国に比べたの職業のかなり大きな範囲に提供されていることを見つけた。フィンランドの1980年早期のデータは教育が必要ない職業の30%から40%が農家の子供であり、 25%がより上位の職につき、これはフランスの2倍から3倍ほどであり、隣国スウェーデンと比べても著しく高かったことを表している。フィンランドは他の北欧諸国と異なり、地方職からホワイトカラー職への世代間の変遷が直接的に近く、手工業を経なかった。フィンランドの社会流動性の最も重要な要因を決めたのは教育だった。 両親よりも高いレベルの教育を受けた子供は、職業階層の上昇が可能になった。経済発展の求めを反映して、職業技能習得のために必要最小を超えて、学校教育を受ける人の数は3倍、4倍になった。しかしながら、いくらかの非教育者にとっては進んだ訓練や教育を、手に入れることがより簡単であったため、農家や、 ブルーカラー労働者の子供と比べ、ホワイトカラー労働者の子供はより多くの確率で、ホワイトカラー労働者になった。また、専門職のホワイトカラー労働者の子供は、同じ職業階級に残ることが、さらに多かった。経済的変化はまた、収入の構造も変化させた。特に目立つ変化は、賃金差別の減少である。進んだ経済によって生み出された富は、 戦後に作られた広範囲での所得協定のシステムを通して賃金労働者に分配された。組織部門の経済は経済成長率より大きいほどの給料の大幅な引き上げで受け取られた。結果としてブルーカラー労働者の時間あたりの収入は低収入のホワイトカラー労働者の賃金により近くなり他のグループとの関係から上位の中間層の収入は下降した。 職業階級間の標準的な家庭の収入の差異が減少する長期傾向は1990年代に大きく変化した。フィンランドの歴史上初めてフィンランドの収入格差が急激に広がった。この変化は中央から最も豊かな人々の収入の成長でさらに追い込まれた。ありがとうございます。